たくさんのお客様にお集まりいただきました。それでは早速皆様からですね、映画が完成した今のお気持ちも踏まえましてご挨拶をいただきたいと思います。まずはじめに主人公のオペレーターを演じられました磯村勇斗さんです。はい、磯村勇斗です。本日雨の中、足元悪い中、こうやって舞台挨拶、そして、今日ねようやく、ビリーバーズをお届けできるということで、僕たちも非常に楽しみに、している中ね、こうやって足を運んでいただきましてありがとうございます。短い時間ですけれども、一緒に、時間を共有できたらなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして副議長を演じられました北村由衣さんです。はい、副議長役を演じました北村由衣です。ちょっと今実際のお客さんがいるのを見てすごく感慨深いです。これからビリバーズを皆さんに見ていただけるんだなと思うと本当に嬉しい限りです。短い時間ではありますが今日一緒に楽しんでいただていただけたらなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして議長を演じられました宇野昌平さんです。皆さんこんばんは。今日は雨の中本当ご来場いただきましてありがとうございます。ね、今日という日を迎えて本当に嬉しく思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。そしてこの映画の監督を務められました城城秀夫監督です。はい、監督の城城です。この映画本当にいろんな苦労があって、ここまでやっとたどり着いたなってすごく感慨深く思ってます。満席の劇場で皆さんに見てもらえる日が来たことを嬉しく思っております。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。そしてついにお客様への、ね、お披露目になりました。おめでとうございます。それではスチールの方々フラッシュなしにここから切り替えてください。まず磯村さん、はい、映画初主演がこの作品になったわけですよね。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。どうですかご自身で主演作がこうやってお客様にお披露目ということで改めてどんなお気持ちですか？いやもうとても嬉しいですね。ね、今までこうやって舞台挨拶とかもやらせていただきましたけど、なんかいつも以上に、すごいなんだろうな、こう感激極まってるというか、ようやく、ね、こうやって自分が出演したビリーバーズを、皆さんに見てもらえることができるっていうのは光栄なことですし、ここからビリーバーズがスタートするんだなというふうに思っているので非常にワクワクしています。はい、しかも今日皆さんお揃いの T シャツなんですよね。そうなんですね。はい、ニコニコ T シャツが正式なんですかね監督。ニコニコ T シャツ、はい、でいいんですかね。これね、映画始まったら、うん、多分販売とかもされると思うので、ぜひ買ってください。やった、さすがだな。いいですよね、観客の皆さんも一緒にね、そうです、お揃いになっていただいて、これね街で見かけたらね驚くでしょうね。みんなのために頑張りましょうって、ね、頑張りましょうって思わず声かけたくなるなっていう気がしますけども。はい、だけど磯村さん確か1年前くらいですよねこの作品の撮影入られたのがね。はい、ですごくこう過酷な撮影だったっていうのも精神的な部分でもっていうふうに伺っておりますけれども、このオペレーターという役って内面的にもどんどん変化してくるキャラクターじゃないですか。はいはい、何か役作りでこういったことちょっと意識してみたとか取り組んだことってありますか？なんですかね、まあね無人島で暮らしているので、まあそのなんていうんですかね、そこの説得力はまあ持たせたいなと思っていたんで、まあ、こうご飯を我慢していたりだとか、その食欲をね、欲望を捨てて、作品に臨んでいたり、まあ、みんなそれぞれそうですけど、だから現場では、まあ、ロケ弁とかも出てたりするんですけど、みんなでダメだよ、食べちゃダメだよ、今日はちょっとご飯だけいいよとかっていうのを言い合いながら一生懸命耐えてきたんで、本当にこう修行をしながらっていう、なんかそれ自体がもうすでに僕らのなんだろうな、3人の役作りというか、そういうところから入っていったんで、非常になんか自然に、無理することなくオペレーターという役に向き合えたのかなと思ってます。だから本当お二人のおかげですねそこは。はい、皆さんで一致団結してたって感じですね。いや
そうですよね本当、うん、でもどうしてもお腹空いたって話してたら磯村さんがナッツならあの差し入れしてあげるよ ってナッツを差し入れしてもらってすごい大袋のナッツをね、うん、もらってるね。そう、いっぱいありました、うん、しかも今回北村さんもね、あの体力的にも過酷なシーンが多くて、実はちょっと土に埋まらなければいけないっていうシーンもありましたよね。あ、そうですね、土に埋まるの大変でしたね。こんなに土ってあの足を動かなくさせるんだと思って、まあ、私は悪いことはちょっとしかしてないんですけど、磯村さんはちょっと結構悪いことされたので、あの磯村さんの方が土に埋まってる時間が長かったんで大変だったと思います。なかなかね、俳優をねやっていて、こう土に埋まるなんていうことは経験はねしませんもんね。どうだったんですか？しない、いやしないですね。俳優やってて土に埋まるってことはなかなかないので、それはとてもいい経験ができたなっていうのと、あとやっぱ雨でね、土がちょっとこう重くなってたんですよ、水を吸ってしまっていて。なんでやっぱこうかけられるとどん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 なんかこう重くなってきて、いいですよね。あ、まあそうだね、ちょっとテレビもあるからあれですけど、ちょっと危なかったけどなんか、あ、こういう風に沈んでいくのかなっていうか生まれていくの、なんだろうな、埋まっちゃうんだろうなっていう感じはしましたね。絶対土に埋まって死にたくないと思いました、はい、思ったすごい思いました。そしてね、宇野さんの役もまたこれから皆さん見てね、いろんな驚きをされると思いますけれども、いかがでしたか今回この皆さんとご共演されてみて。いや本当、さっき磯村君も、ね、言ってたけど、こう言ってましたけど、ずっと3人でいたんで、本当になんていうんですかね、昔から知ってるような、こうなんていうんですかね、なんか不思議な親近感があって。ありましたね、磯村君にだよ、はいそうです、僕もありましたから、宇野さんに昔から知ってるんじゃないかと。だから、もうこれの、だから生き別れた兄弟なのかなとか思う瞬間もやっぱありましたもん。めちゃくちゃ年離れてるんじゃないかそれ、あの両親が、あの親がちょっと、あ、でも、ダメなこと多いみたいになってますけど、いやでも本当に昔から知ってるような、うん、ありましたね、気持ちが、なんか、なんだろうね、なんですかね、うん、もしかしたらどっかで繋がってるのかもしれないですよね、辿ったら。あ、本当？親戚だった。親戚か、親戚か俺ら嘘それまだ続きそうな感じですね。あ、そうですね、ごめんなさい、ちょっと長くなるんで。でもね、磯村さん、宇野さんとね共演したかったんですよね、がっつりね。そうなんですよ、一度作品ではご一緒はしてたんですけど、がっつり絡むことがなくて、まあ、その時にちょっと休憩の時間に少し初めてお話しさせていただいたんですけど、まあ、その時になんかちょっと不思議な親近感があって、なんか前から知ってたかなって思うぐらいでも本当永遠にループになっちゃう10分ぐらいしかね喋ってないので、そう、だから今回がっつりねこうやって共演させてもらえることをすごくクランクイン前楽しみにしてましたね、はい、そのね仲良さ今話してるだけでも皆さんね伝わってくると思いますけれども、さて上條監督をお伺いしたいと思います、はいはい、漫画が出た時はこれ映像化実写化不可能ではないかっていうふうにも言われていたわけですけれども、愛すべき作品がこうやってご自身の手で映画化されたということですよね。そうですね、僕も本当、高校生とか中学生ぐらいの時から山本直樹先生の作品が好きで、まあ、これも連載中に読んでて、まあ、いつか映画できたらななんて思ってずっと忘れてて、で、まあ、5年ぐらい前にねふっとこう企画が立ち上がって、まあ、そこから本当にいろいろ苦労あって、まあ、キャストが決まらない、コロナになった、いろいろあっても本当ようやく完成にこぎつけたって感じで、そうですね、こうやって今日という日が迎えられたのが夢のようですね。そして山本直樹先生ともこの作品でお会いできて、今回実はっていう。あ、そうなんですよ、今日来てらっしゃるんですよ、はい、感想ね、そう、試写見ていただいて、本当面白いとお墨付きはいただいてますんで、皆さん楽しみにしててくださいじゃあちょっとこちらでねまた見ていただけるってことですね、うん、はい、映画館でまたね見るとまた違うと思うんで、ぜひまた後で感想を聞けたらなと思ってます。さて上條監督、今回このような素晴らしいですねキャストの皆さんが揃ったわけでございますけれども、実際に皆さんと改めてご一緒されてみていかがでしたか？特にねまずは主演の磯村さんとご一緒されてみての印象を教えてください。いや本当に磯村さんにやってもらえてよかったなっていうことにつきますかね、ずっと誰にやってもらうか、その部分で企画が止まってた時期っていうのも長かったので、
磯村さんにオファーして、返事が来るまで、まあ、磯村さんで決まらなかったら、まあ、今年もできないねみたいな話をしている企画だったので、本当にやってくれるって、連絡もらった時はすごく嬉しかった思いがありますね。で実際もうこの3人でしかちょっとできなかったかなっていう、そういう映画だと思います。磯村さんはどうして受けようと思われたんですか？やっぱこのビリーバーズの、まあ、脚本原作を読んで、まあ、自分がオペレーターをやるってなった時に、想像できない面白さがあったというか、それぐらい引きつけられるなんかこう魅力っていうのが、その登場人物であったりそのビリーバーズの世界観に眠っていたので、それを自分は体感してみたいなっていう思いと、まあ、ジョジョさんがこう温めてきた作品っていうのもあったので、それをなんとか自分が具現化できる一人になりたいなと、なんかそうなれたらいいなっていうことで決めましたね。はい、素敵です、ありがとうございます。ね、そして北村さんはオーディションだったんですよね？はい、そうですね、オーディションを受けさせていただきました。ちょうどその時に自分としても女優としてこうなんか次のステップに行きたいなとか、環境を変えた時期でもあったので、やったことない作品をやりたいと思って、ちょうどビリーバーズのオーディションがあるという話を聞いて、もう読んだ時にもう自分の本能で、あ、この役をやりたいと思ったので受けさせていただきました。で私一生女優をやるって言ってるんですけど、もしこの作品のオーディション落ちたら、もう自分の才能がないことを認めるしかないっていう怖さもあったので、だからすごくこのオーディションを受けた時はドキドキしましたし、結果来るのも本当にドキドキしてました。でも監督ね、北村さんに決めたっていうところの一番の理由は？そうですね、まあそういう意気込みがやっぱりオーディションでも伝わってきたんだと思います。はい、そして宇野さんとジョジョ監督は十数年の前に、そう、十数年前にユリア百式という作品でご一緒させてもらって、もう本当嬉しかったです。そうですね、なんか、うん、そうそうそう、エロビデオ屋の店長みたいな。そうですね、はい、まあ、そうです、はい、すごい面白いです、傑作です。はい、再びということになったんですよね。はい、はい、ありがとうございます。さて皆さんにちょっと共通質問をしてみたいと思います。このビリーバーズの中で皆さんは孤島のプログラムに参加する設定でございます。そこでこんな質問です。孤島に行くときに必ずこれだけは持っていくもの、これだけは持ってきたいもの、教えてください。難しいです ね。サバイバルってことですもんね、無人島で。みんなで1個ずつ持ってったら増えますかね、3つに。ああみんなで行くっていうことで、みんなで1個ずつ持ち寄ったら、うん、ああなるほどね、持ち寄って過ごす生活するってこと、ね、なんだろう、1つですよね。磯村君何？俺は段ボール。え、ああまああったかいから、あ、まあ防寒にもなるし、燃やすこともできる、火、あの、そっか、火を起こさなきゃいけないのか。じゃあそれはちょっと誰かにお任せするとして、そういうなんかいろんな使い方ができるかな。そうね、段ボールにします。はい、ありますか北村さん？私は、まあ、お水はね、あの海とかでこう飲めれるかなと思うので、はい、ナイフですかね。あ、間違いないと思う。やっぱこういう質問がある中でナイフって上位に上がるので、うん、ナイフを持っとけば人員として活動できるなと思うので、いろいろ食料とかナイフですかね。王道に行きましたね。王道に、はい、宇野さん。まあ、ナイフ、ダンボールとナイフと来ましたから、はい、あ、まあ、とくれば牛牛、いや、あの牛を連れて行けばミルクも出るし、その草を食べれるじゃないですか、牛も。で、まあ、僕たちがその牛さんをどうこうなんかいろいろ考えられそうだなっていう、まあ、そうですね。あ、確かに癒しにもなりますしね。そうですね、癒しにもなるんで、確かに乗ったりもね、磯村君が乗ったりもできるから、そうですね、荷物もね運んでくれたりも、そうですね、楽しそうですね。ちなみに監督はどうですか？動物ありなんですか？じゃああれですよね、牛は大変そうなんじゃ、鶏がいいんじゃない？鶏ね、卵から、卵、毎日卵食いんじゃない？あ、そっか、そうですね、卵食べれるわ。いいっすよ、栄養食さ、卵長持ちしますしね。うん、確かに卵食べればいいですね、タンパク質豊富だし。あとあれじゃん、あの草、食える草とか書いてある本みたいな、マニュアル本みたいな本。ああ、でもそれは欲しいですね。欲しいですね、
さすがにやっぱり、ね、ビリーバーズを撮影に経験したことがあるからの説得力あるお話でございました。はい、ありがとうございます。さあもう一つ聞いてみたいと思います。ビリーバーズの合言葉、先ほどもねおっしゃってました、みんなのために頑張りましょうにちなみまして、最近人のために頑張ったと思えること、または頑張りたいことを教えてください。さあどなたからいきますか。北村さんいきますか。頑張ったこと、すごい王道な感じになっちゃうんですけど、まあ、父の日が近いんですけど、この間母の日で母にサプライズするために妹とお店決めたりとか、バレないようにどう親を呼び出すかとか、プレゼント決めたりとか、そういうのは頑張りました。そうですね、そのぐらいかな。なんだろう、それはお母様喜ばれたんじゃないですか。すごい喜んでましたね。もう新しい携帯で写真めっちゃ撮ってました。素敵なお話でございました。さあ続いて、皆さんシンキングタイムになってますけれども、じゃあ宇野さんいきますかね。いや頑張ったことあんま頑張れてないかもしれないです。その人のために、誰かのためにあんまりこう、そうですね、頑張ったと言えるようなことはないんですけど、ちょっとお願いします。主演なんでお願いします。いや、監督は大丈夫。監督はまああれですよね、やっぱり、まあ、こういう世の中ですからね、みんなに笑ってもらえるような映画を、まあ、この映画も真面目な部分と笑える部分いろいろありますんで、そういう、まあ、楽しんでもらえる映画を作っていけたらなと思ってます。いいですね。さあそして残りましたけれども、主演の磯村さん。そうですね、まあ、このビリーバーズじゃないでしょうか。やっぱり、ね、これを大ヒットさせるっていうね、もうそれはもう間違いなくこの映画のためにこれに参加してくださった、まあ、ここにいるね、キャスト、そしてスタッフの皆さん一緒にね、雨の中暑い中作ったんで、やっぱそれをこうどうたくさんの人に見てもらうかは僕の仕事だと思っておりますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。素敵でございます。ではあえて磯村さんに頑張りたいこと何かございますでしょうか。頑張りたいことですか。そうですね、そうですね、そうですね、頑張りたいことですよね。しっかり選挙に行くことではないでしょうか。頑張ることは当たり前のことかもしれないですけど、はい、と思います。はい、はい、どうもありがとうございました。さあそれではお時間も近づいてまいりましたので、最後に皆さんから一言ずつこれから作品を楽しみにされている方に向けてのメッセージをお願いいたします。まずは磯村さんお願いいたします。はい、まあ、これから、上映ということで、まあ、原作を、ね、読んでくださっている方は、まあ、どういった内容なのか、そしてどこをこう切り取って映像化しているのかというのも楽しんでもらえると思いますし、初めての方も本当に、楽しめる内容になっていますので、僕たち愛を込めて作った作品です。何ですかね、やっぱ映画って一人の力じゃ何もできないので、今こう見に来てくださった今日初めてのビリーバーズ初めて見る方の力がとても必要で、本当にこの上映を見た後に、あ、なんか良かったなとか、なんか心に残るなと思ったら、何でもいいので、SNS でもいいですし、映画のアプリでもいいですし、そういったところに良かったっていう一言だけでもいいので、つぶやいていただけたら僕たちはそれだけで幸せです。それがみんなのために頑張ることにつながるのかなとも思いますので、みんなで一緒に頑張りましょう。はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。では北村さんお願いいたします。今日は短い時間でしたがありがとうございました。今日今からご覧になっていただくということで、この雰囲気がちょっと伝われば、最初は前半で伝わればいいかなと思いながらも、後半のどんどん人間のその欲とか欲望がむき出しになっていく姿を、まあ
ね、あのこんな姿見られないだろうし、面白いなって思っていただけると嬉しいなって思います。もう感じ方は人それぞれだと思うので、それを誰かに言うでもいいですし、自分の中に留めておくことも大事ですけど、なんかこの映画がどんどん広まっていければなと思っております。今日はありがとうございました。まだまだ楽しんでいってください。ありがとうございます。ありがとうございます。では続きまして、宇野さんお願いいたします。山本直樹さんのこのビリーバーズを、上條監督が映画化されると聞いたときに、2人のファンとして本当に嬉しくて、そして、そのビリーバーズの主演が磯村君だと聞いたときにめちゃくちゃ嬉しかったんです。そこに、北村さんと共に、参加できたことが本当大変光栄ですし、本当に、いや、今日は今日という日を迎えられて本当に嬉しくて、皆さん本当は雨の中どうもありがとうございました。ありがとうございます。それでは最後に上條英雄監督お願いします。はい、ずっとやりたかった原作 で、で北村さん、野さん、磯村さん、素敵な、その他素敵なキャストに恵まれて、素敵な、スタッフ、そして、ね、今日来てきていただいた皆様、本当、みんなのおかげでなんか今日という日が迎えられたのかなと思っております。この後映画やりますけど、まあ、笑ったりちょっと怖いシーンあったりとか、いろんな感情が湧き上がる映画だと思っておりますので、感想等を SNS 等にアップしていただいて、宣伝等の協力もよろしくお願いいたします。じゃあお楽しみください。ありがとうございました。